スコットランドの名門セルティックのエースストライカー、元日本代表の古橋強豪、29、がイングランドプレミアリーグのマンチェスターシティへ電撃移籍する可能性が急浮上した。米国メディアのザ・アスレティックが21日、同クラブが古橋の獲得を検討していると報じ、移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリスト、ファブリツィオ・ロマーノ氏、31、も自身の X。 旧ツイッターへ、最初の交渉が今週に行われた、と投稿した。プレミアリーグを4連覇中の最強軍団は、なぜ古橋に白羽の矢を立てたのか。ヨーロッパサッカー界を突如として、古橋の名前が駆け巡った。前人未到のプレミアリーグ5連覇へ向けて、18日の2024から25シーズン開幕戦でチェルシーに2対0で快勝したマンチェスターシティが、 間もなく閉まる今夏の遺跡市場で新戦力の獲得へ動いていて、その候補者の一人としてセルティックでの4シーズン目をスタートさせたばかりの古橋が含まれていると21日に報じられたからだ。唇を切ったのは米国の総合スポーツメディア、ザ・アスレティックだった。マンチェスターシティが新たなストライカーの獲得を検討している。 彼らはすでにセルティックに所属する29歳の古橋京吾と、もう一人の若手選手のどちらかに絞り込んでいる。2021年7月にセルティックへ加入して以来、公式戦出場135試合で73ゴールを挙げている日本人ストライカーは彼らの目に留まり、古橋自身もシティへの移籍を望んでいる状況を考えれば、個人的な条件は問題ないだろう。 プレミアリーグ王者の動きを報じる記事を引用する形で、遺跡情報に関する角度の高さから、自身の X への投稿が日本のファンの間で、ロマーノ法と呼ばれるイタリア人ジャーナリスト、ロマーノ氏もすぐに X を更新した。マンチェスターシティが、ウィンガーのポジションの選択肢の一つとしてセルティックの古橋競合の獲得を検討している。すでに最初の交渉が今週行われているが、 シティはドイツ代表を引退した MF のイルカイ・ギュンドアンを復帰させる交渉を最優先させて、その後に新たなウィングの獲得を決めたいと考えているようだ。シティからはこのオフに、カタール W 杯を制したアルゼンチン代表の一人で、過去2シーズンの公式戦で36ゴールを挙げた FW フリアン・アルバレス24が、ラリーが一部のアトレティコ・マドリードへ移籍。 ノルウェー代表 FW オスカー・ボブ24とブラジル代表 FW サビオ20も怪我で離脱を余儀なくされた。特に期限付き移籍先のラリーが一部のジローナでブレイクし、大きな期待と共にブツリーグでのトロワから加入したサビオが右ウィングで先発したチェルシー戦で負傷退場。手薄になったアタッカー陣からさらに離脱者が相次ぐ緊急事態を受けて、 ウィングでのプレー経験もある古橋に白羽の矢が建てられた。シティでは昨シーズンからビッセル神戸の元監督で、在籍時には古橋を徴用したスペイン出身のフアンマヌエル・リージョ氏、58、が、ヘッドコーチとして同胞の名称ジョセップ・グアルディオラ監督、56、を支えている。古橋の獲得にはリージョ氏の助言もあったと見られる中で、 スコットランドメディアの67ヘールヘールは別の視点で今回の動きを伝えている。古橋がビッセル神戸からスコットランドリーグに移籍してきた時から、シティはずっと目をつけてきた。シティのスカウト陣は、相手のフィジカル能力に対応する彼の能力が非常に気に入っている。アルバレスの売却とボブ、そしてサビオの負傷により、 彼らはフォワードでもプレーできる新たなアタッカーに目を向けざるを得なくなった。セルティックのサポーターにとっては耳を疑うようなニュースとなった。